はい、ということでそれでは後半戦やっていきたいと思います。勇者のくせに生意気だ丸ですね。前半戦で虹りごけが最終段階進化しました。虹りごけコマンド進化しましたね。そこからではでは後半戦というか、まあそれ以外にもやりますが、まずはこのあの苔の強い勇士を苔の勇士を生態系の最下層にして最強のモンスターたちの勇姿をですね、これから皆さんに見ていただきたいと思います。もう山場超えたんで余裕が出てきました。はい、じゃあはい、切り替えお願いします。行きましょう。もうね、もう結構余裕が出てきました。いや、ただって言うても4も確か2人いるので油断ができません。よし、ホリーパワーも十分ですね。よし、行くぞ。チャベスとなんだっけ、あのなんかハーシムみたいな、ヤーコフか。チャベスとヤーコフで、ですね、いっぱい出します。もういっぱい出します。こいつですね、このにじりごけコマンド早いです。まず動きが本当に早いです。ちょんちょんと、あとはもう本当にどんどん本能に任せて、これあの俺のやらせて動画でやったも動画の時も言いましたけど、本能ゲーです。あとは本能に任せて、こうなるべくね、あの入り口に近いところからポン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 
戻りますかね。あ、違いますよ。家で、あとはこっから展開していきますか。じゃあここはこうでこうでこっち行きますよね。 OK。 ただあまりその掘ってる時間もないので、この辺りはしっかりとステージ4あたりは素早くやっていきたいですね。ちょっと今余裕があまりない感じです。集中してこれは行きましょう。こうでこうでこうでこうと、あとはどうしようかな。ここ上にこう持ち返して返してこうでいいですかね。よし、まあこんくらい出しときゃ大丈夫だと思います。もうね、この一陣が、第一陣コマンド軍第一陣がたどり着いています。したらもうちょっと待とうか、もうちょっと待ちますか。あ、こっちもこれもいいですね。これ持ってきますか。こうでこうでこう、あ、よしよしよし、オッケーオッケー。まあ間に合ったでしょう。これは本当に早いよ。これは本当に早いよ。場所同じです。魔王、俺を信じてじっとしていてくれ。俺を信じてじっとしていてくれ。いくぞ。ちょっと気分変えて左にしてみる。いや、まあ同じでいきましょう。おい、ノール、よし、アレバン来ちゃうよ。よしよし、一瞬です、一瞬です。今ねステージ4終了です。まあこんな感じでですね、こんな感じでガン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 、もう掘りパワーは使いません。全部温存です。でこれでですねステージ8まであります。ステージ8まであります。確か3人なんだよな、ステージ8は。こっから展開しちゃいましょうか。これでこうでこうで1個ずつでいいかな。こうすっか。これでこうで、こうやって横からガー持ってくる。いや、まあいいや、もう縦横無尽、本能ゲー、本能ゲー。そうだ、自分で言ったことを自分で忘れるとこだった。本能ゲーなので、これはもうこ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 うですね。よし、これで左側まで到達しました。まあ、こんな感じです。あとはですね、そう言おうとしたらやばい、処理落ちそうの戦いなんですよこのゲーム。そう、まさに今ね、言おうとしたらなった。これね、そう、あ、もうダメ、これ、あれ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 
というわけで、この続きは、皆さん各自でご確認くださいということで、こうすればクリアできます、というところです。じゃあ再開しましょう。できるかな。はい、じゃあ普通の方法でクリアを目指してみましょう。あ、軍パワー3200超えたら危ないのか。軍パワー3200超えたら危ないのか。なんかね、確かにそう、ステージの6くらいから危ないかなっていう、ステージの6くらいから危ないかなっていう感じはしてたんだけど、あれあれ、しばらくお待ちください。ちょっと待った、ちょっと待った、ステージしばらくお待ちくださいで、じゃあちょっと一旦電源落としていいですかね。これあれ、電源を落とせない。あれ、電源が落ちないですね。ちょっとごめんなさい、少々お待ちください、少々お待ちください。超絶面白いギャグは、超絶面白いギャグはですね、そんな面白いことを言える人間ではないのでね、ちょっと残念ながらそれは他の専門家にお任せしていただいてですね、今日は勇者のくせに生意気だっていうことで、このゲームがいかに面白いかっていうのをじゃあちょっと話しますとですね、あ、いけそうですか。このゲームがいかにこう面白いゲームなのかっていうと、こう普通のやってるゲームと逆のコンセプトっていうのがすごい面白いですよね。この魔王になって勇者を倒すっていう、魔王になって勇者を倒すっていう、これが逆のコンセプトで、逆のコンセプトをたどってるにもかかわらず、なぜかこう懐かしい、なぜか懐かしい印象のするドット絵だったり、さっきね説明にもありましたけど、ドット絵だったりとか、あとは音楽もこれ意図的にあれを使ってるんですよね。小学校の時に触ってる、あるいは幼稚園とかで触ったような、例えばリコーダーとか鍵盤ハーモニカとか、でそういうやつを直りそうですかね。あ、いけそうですね。はい、もうちょっとお待ちください、もう少々お待ちください。なんでね、こう不思議な感じ、新しくもあり古くもありっていう、そうね、俺がすごく好きなところなんですよ。その新しさと古さとっていう、なんかその古臭さをあえて出すみたいな、よくあるじゃないですか、くだらなすぎて笑っちゃうみたいな、そういうなんかくだらなすぎてつまんなすぎて笑っちゃうみたいな、なんかそういうのみたいな、そういう作業みたいな感じですね。古臭いんだけど、その中にちょっと新しさが入ってるから、なんかこう目にくるっていうような、そういうところっていうのがあると思うんですけど、なんかこう微妙な心をくすぐる、あ、 OK ですかね、微妙なその心を、ゲーマー心をくすぐるようなものがこのゲームはねすごくあると思います。よし、 OK、 じゃあ準備整ったみたいなので、ゲーム画面いけるかな。お、来た、来ました来ました。あ、ドラゴン作戦、ドラゴン作戦、俺やったことないんだよな、ドラゴン。リリスの部屋は結構、あ、じゃあ画面切り替えお願いします。リリスの部屋は結構着せずして、焦った時の最終奥義としてやる、着せずしてやることは あるんだけど、ドラゴン、ちょっとやってみようか。じゃあ、まあ、とりあえず会話飛ばしますね。まずはこの翔太は
ゲジゲジを1ゲジすれば倒せます。まあただ次を見越してどうしようか、こんな感じで1個四角作っとく。これを1ゲージすれば倒せますね。まあこの時点で多分なんかが違うんだよね。もう本当に本当に極めてる人からするとこの時点でなんかが違うんだよね。よし OK、 まあ1ゲージ出せたんでこれは負けるっていうことはないでしょう。まあゲージゲージがいるところにじゃあこうやってやってほい。俺一番最初プレイした時に魔王だからお前強えだろっつってこの入り口に魔王置いたら一瞬で終わったからね。あやばい、さなぎった。はい、ありがとうございました。そうだよ、ダメじゃん、ダメじゃん。あこれ養分バランスいいよ、養分バランスいいよ。まあ同じでいいかな、さっきと。もう一周こうやってみるで、これ、ほい、ほい。いや、今のとこに、よし、オッケー、これでいいだろ、もう。あ、これ、いや、大丈夫だと思うんだよな。これは、これ大丈夫だと思うんだよ。ほい、ほい。てか、あんまり食わしちゃダメ。あー、ダメ、ちょっと、ダメ、今、間引いたつもりだったのに。ちょっと今間引いたつもりだったのに、もう一回もう一回ダメダメ。ストーリー、それで間引けばあれなんですよ、大丈夫、間引けばよし、ここ狙い目だな。ってことはこうで、これ最初あれでいけんじゃね、ほら来た、よし、これ完璧、これ完璧だよ、最小手数だよ、これ過去最高級にうまくいったと思うよ。よし、ホリパワーも最小だし、このリソースもマグンも最小だし、よし、これはもうさすがに大丈夫でしょう。さあガジガジ虫と翔太の一騎打ち、よし、あうそ、え、これ結構奥深いな。2個食うとさなぎになるけど1個は食わせないと体力切れなんだ。これあ深いな。あそうなんだ、そうなんだ、意外と強いじゃん翔太。もう一回、もう一回 D だよランク。これでこうだよな。それは全然知らなかった。でいやちょっとこれ養分たまりがあんまり良くないかも。でいけ、いいんじゃね、よしよしよし、いいんじゃね、よし、これはいったと思うよ。これ超集中してた、今超集中してたよ。これはいいと思うよ。もう待ち構えてるもんだって、ここで待ち構えてるもん。勇者が来ないかと、悪いやつは来ないかと、今か今かと待ち構えている。さあさあ一応念のため一番奥に置いとくよ。それでおい、これはもう大丈夫、いくぞ。さあみんな用意だ。いやー来たー、やったやったやっと倒した。で、そう、ドラゴンなんですけど、この今出た白いつぶつぶのマブンを使って作る最上級のモンスターですね。で、ただこれだとまだ足りない、おそらくね、マブンが足りないので2面はどうするかっていうとですね、2面はどうするかっていうとですね、また同じような戦法にこうなんか頼りそうな感じなんですが、
まあとりあえずですね、さっきとちょっと違うところとして、このガジガジ虫も赤くじゃあしておこうと思い、でもこっち強くしなきゃいけない、でもこっち強くしなきゃいけない、そうやん、そうやん、こっち強くしなきゃいけないからちょっとここ我慢で、まあとりあえずこのアメニジで一応なんとかなるんで、こうでこうで、よしよしよし、オッケーオッケー、790でいいだろう。でですね、次も一人なんですよね。次も一人やれるのか、おいし、アントンがね、やれるのか、おいし、攻めてくるね、すごい、もうそっくりだね、今のモノマネ。で、ね、ちょっとこの辺りにですね、いい養分があるんで、ちょっとですね、あの辺りを狙っていきたいんですが、うっ、これなんだっけ、あんま強くないんだっけ、これなんかね、いろいろこうボーナスモンスター的なやつがいるんですよね。でこれでこうで、ね、どうしようかな、まあいいかな、うん、ちょっといろいろですね、今適当にこう開拓していきますよ。これで段々畑とか、段々畑過去縦バージョンとか作りながらでですね、こうでこうで、ちょっとこの辺りですね、これをやってみたい。これですね、この初作丸と OR2 でちょっと違うところなんですが、丸ですとね、この初回作ですとこの階層は関係なくどこの階層でも同じことが起きます。ちょっと養分の散らばりがあまり良くないです。30まで貯めたいと思います。あ、こっちになっちゃった。30まで貯めたいと思います。ちょっと時間がないかな、来い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 、あ、やばい。まあ、最悪、うん、あいつに戦ってもらう。これでこうでブレイフォースで、あ、ここでじゃあ1個、まあ、このトカゲ男は1匹で何とでもなるんで、このトカゲ1匹で何とでもなるんで、あ、ただ寝てその間はやばい、産卵の間はやばいんで、あ、オッケーオッケー、30、あ、危ね危ね、目押し失敗するからなこれ、30、よし、なりました、オッケー。でこれで解放、あ、倒してくれ、トカゲ男が倒してくれましたね。ですね、あの魔法陣を解放すると防御力がアップするという、全モンスターのこの土の全モンスターの防御力がアップするっていう、そういう仕様がねあるんですが、できるかな、こっからドラゴンでしょ、ドラゴンでしょ、全然俺自信ないよこれ、慣れてもいない、自信もない、ただやってみる、やってみる、せっかくだしね、こうせっかく生だから、せっかく生だからやってみる。やっぱ8必要なんだよな。あ、全然ダメですよこれ。一気に、多分ね、次のショータとハシームの、ショータとハシームは1段階目のドラゴンでいけるはず。だからちょっとね、逃げ地、逃げ地、オッケー、よし、オッケー、980もある。でこれね、ちょっとまだ解放しないよ。あ、違う、デーモン、グータレデーモン、あ、違うんだっけ、小作はマブンをこれ持ってかなきゃいけないんだっけ、間違えてる俺、間違えてるね、そうだね、それ OR2 とちょっと勘違いしたね。じゃあちょっとね、こいつらは邪魔、違う、そうではない、全然違うことやった今。マブンをね、てかね、これ養分マブンみたいになっちゃうんですよね、この辺の土が。で、そうじゃダメで、ちょっととりあえずドラゴン
いや全然ダメなんだよなこれ。全然ダメなんだよな。ちょっととりあえずこれとりあえずステージ3はこのあれでフォーメーションで越すよ。とりあえずステージ3はこのフォーメーションで越そうと思います。ドラゴンできんのかな。これなんて名前だっけ。何ガジ、デスガジガジか。とりあえずこれで越そう。でグータレ、違うデーモンを出すんだけど、デーモンがこう前線に行っちゃうっていうこの本末転倒な感じね。でまあとりあえずゲジゲジとトカゲ男の餌がないんだよな。ゲジゲジはこっち行って、だからトカゲ男はうまい感じでここ左折してくれればいいんだが、してくれない。どうしようかな。まあゲジゲジでも一応戦力になると思う。この2段階目のゲジゲジデスフライ、さてどうかねこれ。どうかねガチャン。まあ一番奥だよな。おい、あいくぞ。あ、シーブが出てくる時の声ないんだ。でこれ松明がなんかあれなんだよな、この勇者軍の全員の攻撃だか防御だかアップするみたいな、そんな効果ですね。でこのハシームは魔法で一直線に燃やしてくるけれども、いいですね、アメニジがうまい感じで光線、さあそこに翔太も稼い、左から右から構成していく。さあグータレデーモンがもうすでにいった、やられてないですね。グータレ、あ、いいですね、ハシームは KO しました。ハシームはアメニジの力で KO、 そしてデスフライ2体とデーモンが待ち構える翔太。翔太は HP が100以上になって帰ってきた。さあこの縦のエリア、アメニジの縦のエリアも翔太は抜けてくる。花があるけれども無視される。さあそしてデスフライ2体目、さあどうか。デスフライはお HP 広くなったけれどもやられました。さあこう取り掛け男、最後の取り手だったか思うが、だからいいぞ、デーモンがうまく交戦している。さあ HP が40になって、さあどうか、このアメニジ地獄を翔太が抜けられるか、こちらが抜けさせるか、どちらか。魔王まではもう3マス4マスできた。やりました、見事にアメニジが仕留めました。アメニジが仕留めました。で、ただよ。これ、だってドラゴン、そろそろ強化しとかないと面白くないし、面白くないし、で、だけど、なんか出すときは、いっぺんにドラゴン強くした方がね、これ、早い。なんで、ちょっとここはですね、進めるの優先で、このトカゲ男を2段階目に、するという、これでこう、ドラゴンの魔分をね、こう、貯めていく作戦ですね。はい、1152にホリパワーがなりました。さあ、それで、魔分がね、ここなんだよな。魔分がここなんだよな。だから、ほんと、できれば、この辺で、勇者をいっぱい倒したい。この辺で勇者をいっぱい倒したいので、たださっきあれがやられちゃったんだよな。あれが、トカゲ男は。トカゲ男やられちゃったんで、ここに、こう。こう。いや、大丈夫か、これ。こう。あ、ここに1個できそうだ。こう。よし、いけ。で、これが名前がトカゲナイト。あ、呪文トカゲは次か。一人でブツブツ、独り言をつぶやくのが趣味だという、まあ、どことのゲーム実況者のような、そんな、あれ、トカゲいるんですよ。この1個上の段階に。呪文トカゲという名前なんですけど、赤いやつですね。赤だっけ？紫だっけ？そういうやつがいるんですね。で、これこの辺にも出したい。ここに来て BGM 変わりますね。あれどこ行った？あ、これか。ゲジゲジがないね。そうだね。ゲジゲジないね。あ、これ1個できる。ほい。
ゲジゲジがないのでゲジでない、あやばい。これはどっちだろうっていうか、あれだよ、ここで倒してほしいからこっちに来てほしいよ、理想は。あのでどうこれね、そうそう、ただゲージゲージを食わせて HP を回復させたいんだよな、このトカゲナイトで倒してくれるはず。シャベス、ヤーコフ、どっちこれ、ヤーコフ、さあ行け、ヤーコフ、やった、ちょっとやばい、うわ待て、マジちょっと待って、やばいやばいやばい、あ、オッケーオッケー、あーっと頑張れ頑張れ、オッケーオッケー、73まで減らした、73まで減らしたから、あともう一個、あ、ちょっと待って、ってか、あれやばいやばい、これは左来る、来るな、オッケーオッケー、この2つでやれ、よしよしよし、オッケー、ヤーコフがどこ行った、61はこっちで戦ってるな、あともう一個出せ、これは左右左右完全に分割系になった、あ、ただやばいな、攻撃力アップ、これは強いんだよな、攻撃力アップすると、よしよし、ただヤーコフが、あやばい、ちょっとゲジゲジ、2連続ゲジ倒せる、いや攻撃力上げてんじゃねえかよ、あと1、あと、よし、オッケー、よし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 、で、これで、ただこれがデーモンになっちゃうよね、まあ、とりあえずデーモン出して、おおされて、で、いや、ちょっと待って、 HP 黄色くなった、チャベスの HP 黄色くなって、ただこれ回復はされないけど攻撃力アップしてるのはまずいので、これはね、これ帰り道に取っておくよ、帰り道に取っておいて、いやー違う違う違う、それはね早くどいてくれればいいんだけど、よしよし、ここにトカゲが1個できた、トカゲナイトを1個作っておく、いいぞいいぞ、アメニジそこで足止めをしてくれて、あとなんでトカゲ、よしいるな、さあどうかな、 HP が70、黄色くなった、赤くなった、39、ゼロ、来たー、イエスイエス、よし、これでこれでまだまだギリギリ時間大丈夫ですか、まだギリ、よしよし、じゃあこれでドラゴンを最強にして、いやーできない届かなかった、やばい、ちょっとホリパワー足りない、ちょっとホリパワー足りないけど、まあしょうがないよな、ここまであんまり上げすぎても無駄だから、これでいくよ、じゃあドラゴンでもう倒すか、こっちが倒すか相手が倒すか、要は倒すか倒されるか、二択までしよう、厳しいと思うけど、相当厳しいと思うけど、まあ、こんだけホリパワーがあれば次800だって594消費できるから、次ドラゴン聖剣エクスカリバー、さあって、いやーこれどうすんだっけ、ドラゴン縦にすんだよね、とりあえず落ち着いて急げ、落ち着いて急げ、こうで、こんな感じだったよな確か、こんな感じで、でなんかこの辺に集、あやべ、ちょこの辺に集められればいいんだよ、であとこっちもできそう、こっちもできそうだから、こっちもまとめて、とりあえずこう、これでどっか、あれもう一個、よしよしよし、ここいける、あれっていうかこれ全然こっちダメだよな、よし11にすんだよ、15、よし来た、よしよしよし、でそれでこんくらいがいいですね、でいやもうちょい開ける、じゃあこれもいけそう、これもいけそう、これもいけそうだから、
こう開ける、こう開ける、こう開ける、さあどうなる。ここに集まってくれれば12、あ、こっちの方が望みがあるかな。あれやばい、もうちょい呼ぶ、いやいや、やばいやばいやばい、あーやばいやばい、1個ドラゴンできてますね。で最悪こっちにあのトカゲ男が、まあ、2段階目だけどできています。これタイミングが悪いとドラゴン上からやられちゃう。行くよ行くよ、いやです、いやです。さあよしよし、タイミングはいい感じ、いけファイアブレス、あドラゴン OK、 ファイアブレス、さあどうか、ナタリアに効いて、おっと噛みつき攻撃できるか、さあドラゴンの HP、 おだだやばい、こっちが50ずつぐらいやられてんだよな。そして一方ナタリアの HP はやばい、9ずつしか減ってない。ブラックドラゴンの HP が100台になってきた、140からもう86になってる。ナタリアの HP はなんとブラックドラゴンの、ブラックドラゴンの奮闘も虚しく、やはり一匹では力及ばずだったか、最悪の展開を迎えてしまいました。これは残念、これは残念。まあ、結局のところホリパワーをもうちょっと貯めておいて、一気にあのなんだっけ、カオスドラゴンだっけな、あの黒いやつ、ブラックよりもブラックな、さらに上の段階があるんですけど、カオスドラゴンにするか、あとはあれ引き数を増やすか、あとは体力をもうちょっとあの食べさせて増やしておくかっていうの、その3つのどれかですね、すれば一応これで戦力的には十分ではあるはずなんですが、ちょっとやり方がまずかった、まずかったね。世界に平和は訪れちゃいました。これでこのゲームのね、一つ名台詞として世界に平和は訪れないっていうセリフがあってね、今日みんなと一緒にそれを言いたかったんだけれども、今回世界に平和は訪れました。はい、普通じゃねえかよっていうRPG いっぱいある RPG と同じになっちゃった。何もこうおこの独自色がなくなっちゃって、ちょっと申し訳なくなっちゃったですね。はい、というわけで、この勇者のくせに生意気だ丸はそろそろ時間ですね。というわけでありがとうございます、ありがとうございます。そこでですね、投資企画、ここで投資企画ありまして、東海ギ TV の東海あと投資企画としてですね、この深夜のネッチなゲーム大会というものがあります。帯でこう昨日とか一昨日とかご覧いただいている方はご存知の方も多いかなと思いますけれども、あとクレーンゲームに挑戦するっていう、そういうモードがこれ今からありまして、それをやらせていただきたいと思います。でそれで商品を実際にこう獲得できるっていうモードですね、コーナーですね。とりあえず説明を、簡単に概要させていただきます。このニコニコアプリネッチ、というのはネット経由でクレーンゲーム、あ出ましたね、絵が出ました。ネット経由でクレーンゲームを楽しむことができるサービスということになっております。本物のクレーンゲームをリアルタイムに操作して景品を狙うことができるということでね、本当に画面で出てきます。で、ボタン長押しで縦に横に動かして、次長押しで縦に動かしてっていう、そういう本当に操作もあのゲームセンターにあるようなクレーンゲームとすごく似てるものとなっています。でこのコーナーでですね、3回です、たったの3回です。でこの3回でその月で、今月で言えば9月ですね、9月で一番すんごい景品をゲットした実況者には、
何ですかこれ MVN Most Valuable Niche の称号が贈呈されると有効なってますね。そして優勝者にはその獲得した商品とさらに副賞としてとっても素敵なあれをプレゼント。何ですか？あ、ちょっと知りませんって言われちゃいました。スタッフさんにちょっと知りませんって言われちゃいました。絶対知ってるだろあれ、絶対知ってるのに、こうなんか優勝してやったと思わせてこう上げて落とすいつものやつね。はい、ということでですね、そう、事前に聞いてるのが、キヨさんがですね、今まで、取れている方として、唯一ですね、キヨさんが唯一こう取れてるってことで、こう、今日取れれば、俺が取れれば、2人目の獲得者になれるっていうことなので、ちょっと頑張っちゃおうかなと思います。で、画面もこっちに移りますか？はい、じゃあ、早速やっていきたいと思います。いっぱいありますね。どうしようかな。なんかいろいろこうスーパーマリオ今ね、流行ってるゲームもありますが、こんなものも気になります。ワンピース、これも気になりますね。3年くらい前に一生懸命勉強した覚えがあります、このワンピースは。ただですね、ちょっとこの中で俺ビビッときたものがあります。この何ですか？いや、そうではなくて、熊野プーさん、これ好きなんですよ。これ好きなんですよ。この熊野プーさんをちょっと行ってみたいと思います。あれ違うじゃねえかよこれ。ちょっと待って。あ、オッケー。なんか今全然違うのが出たよな。俺の本性が一瞬現れた。で、これですね。並んでる人0人なんで、もういきなりいけちゃいます。 OK で、プレイ予約で、して OK、 もういきなりスタート。はい、いきます。で、なんかね、向こうに奥に見えてる白い玉を取って、で、そんでそれを持ってきて、すくって持ってきて、手前のあのたこ焼き器みたいななってるのの、あの隙間に入ったら成功らしいです。これね、多分ね、横は超白っけ。よし、オッケー。うん。で、縦、早く取ってね。いくよ。おにょー。こんくらい？よし、いいんじゃない？これ。さあ、どう？クレーン沈んで、結構深くいくな。さあ、どう？ネッチ！よし！来たよ！あとは入れば、どう？オッケー！入ったでしょ、これ。入ったよね。え、嘘だって。それ何パーセントの確率よ、そんなん。何パーセントよこんなん。え、何、キヨさんこれやったんですか？嘘、無理だろ。え、マジでそれ、俺今完全にやったと思ったんだけど。え、ダメなん？マジかよ。しらじらしいなって。しらじらしくないわ、全く知らなかった。あ、ね、たこ焼きのとこに入れろまでは打ち合わせで聞いてた。赤いところって今初めて聞いたよ。マジかよ。あと2回いくよ。ほい、ちょっと行き過ぎたな。まず取らないと話にならない。いける。まずはすくって、あ、救いすらしなかった。このやばいやつ。もう一回ラスト、もう熊野プーさんで、熊野プーさん全押しでいきたいと思います。ちょっと山が崩れてきちゃってるんだよな。これでいくよ。そこ、あー、ちょっと行き過ぎたか。またどう？まずすくってね。よ、オーケーオーケー、2個取り、2個、あ、1個になっちゃった。どう？いいですよね、これ。いいですよね。よっしゃー。
よっしゃ来ました、来ました、よしやったやった。というわけで、クマのプーさんゲット。いやいや、もう ありがとうございます。もうスタッフさんもすげえっつって、みんなでだって総出で拍手くれましたね今。いや皆さんもう ありがとうございます。いやこれはすごいいい記録ができたんじゃないですか、もしかするとね。やりました。というわけで、熊野プーさんゲット、ありがとうございます、ありがとうございます。いやでも本当まさか取れると思わなかった今、すごい確率だったでしょ多分ね。やりました、やりました、よし。というわけで最高のこの盛り上がりを見せたところで、この22時からの3時間目、セピアの東海に、セピアの爽快に東海に TV、そろそろ終幕となります。ですね、ここで告知2点、2点させてください。今からこれからですね、セピアの方のチャンネル放送に移行するということになりますが、一応ここの爽快に東海 TV 公式枠として、一貫区切りなんで、まず告知です。ですね、まず9月の26日土曜日に、札幌で町会議が、札幌で町会議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 があります。でそこに私セピア出させていただきます。そこで、まあ、札幌のなんかツドームっていうところで、開催されます。あの南北線の北の終点のところにあるツドームというところで、開催されますので、そこでお会いできる方どうぞよろしくお願いします。あとはあの放送にも一部、放送にも載るみたいなんで、現地に行かれないけれどという方は放送でお会いできればと思います。あとはその次は10月の25日が超パーティー、ニコニコ超パーティーの、ゲーム実況のステージの方に、私セピア出させていただきます。何をやるかは、まだよく分かってません何をやるかはまだよく分かってませんが、とりあえず出させていただくこと、決まってますんで、そちらでも会場でお会いする方、あるいは放送でお会いする方、そちらもよろしくお願いします。というところですかね。はい、そろそろ、この時間お別れになってきました。次ですね、明日が9月の18日金曜日です。これがまた3時間ありまして、1時間目がインディーゲームクラブ、これが、出演者がヒラさんとミャコさんと、徳岡、ごめんなさいこれ読み方な何さんですかね、ごめんなさいちょっと事前にお調べしておかなければいけなかった。2時間目が、ファミ通 TKG ということで、こちら生ファミ通 TKG 括弧生、3時間目がゲーム実況ゴッド、そして出演者は私さんという、私さんがこの3時間目ですね、今日俺が出させていただいたこの3時間目に私さんがですね、私ちょっとちょっと やめとこう、変なこと言えんなよ、真似みたいなことはやめとくね、ちょっと出させていただきます、ただただ出演なさいますので、ということで確認の方皆さん今からよろしくお願いします。また東海 TV ですね、こちらチャンネルでは今後の番組カレンダー、オリジナルの動画、ブロマガなど盛りだくさんでお送りしていきます。こちらもぜひお気に入り登録皆さんよろしくお願いします。先ほどの1時間目の、読み方ですね、正しい筆と書いてマサトシさん、お読みするみたいですね、徳岡マサトシさんとミャコさん、ヒラさん、これが1時間目のご出演者ということになっております。さてこちらの爽快に東海 TV はですね、次回10月の15日木曜日、まあほぼ1ヶ月後の木曜日の時間帯ですね、ほぼ1ヶ月後の木曜日の10月15の木曜日22時からとなっております。内容はごめんなさいちょっとまだ詳細未定なんですが、これは超パーティー直前スペシャルなる予定です。超パーティー何事もなければ出させていただけると思いますんでね、信じてますよ、信じてますよ、出させていただけると思いますね。はい、なので、そちらの直前スペシャルということで皆さんどうぞお楽しみください。さてではしばらく聴
休憩時間を挟みまして、この後は、シェイクセピア、セピアのチャンネルの方でのチャンネル生放送にしたいと思います。今の勇者のくせ生意気だの、感想ですとか、あとは東海議の去年というか、まあ今年ですね、2015の東海議の、俺も出演させていただきました。その時のですね、思い出話、皆さんにもきっと積もる思い出話あるかと思います。そういうのを皆さんと一緒にお話ししていきつつ、あとはちょっとなんかね、よくわかんないんだけど、なんか運営さんがなんか仕込んでるのかもしれない、わかんない、うん、でもなんかちょっとまあそんな感じで話していこうと思います。はい、ぜひぜひ皆さんそちらもお付き合いいただけると嬉しいです。多分もう喉がガラガラなので、結構しっとりした感じで進めていくことになると思います。はい、では皆さん、ひとまずありがとうございました。また後ほどお会いしましょう。では、お疲れ様でした。さよなら。